こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の冬のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。僕の動画の中でも結構このですね、3本だとか3枚だとか数を限定したようなシリーズって僕自身大切にしてるわけなんですね。これなぜかというと、ボトムスであっても結構選択肢ってめちゃくちゃたくさんあるわけで、それはそれでとてもいいことなんですけども、バリエーションが多すぎるとどれを買ってどう組み合わせればいいのかなかなかですね、分かりづらいのも事実なんですね。なのでなるべくですね、数を厳選してそのアイテムを使った着こなしをしっかりと抑えることで、なるべく分かりやすくメンズファッションをお伝えしたいなということで、このシリーズ大事にしているわけなんですが、今回は冬のボトムスということで思い切って3本に厳選して皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。まあボトムスって僕はですね、結構着こなしの中でも地味なアイテムだと思ってるんですね。というのも、人というのは相手の顔だとか顔周りを見ながら話すことが多いので、まあ、実際今の僕自身もボトムスって見えてないわけですね。これ結構普段と近いようなシチュエーションだと思うんですね。ですので視界に入りづらいボトムス何でもいいやとなりがちなんですが、おしゃれが好きな方ほどボトムスへのこだわりって非常に強いんですね。中にはボトムスから着こなしを構成するという方もいらっしゃるぐらいなので、まあ、かなり重要度が高いので、まあ、ぜひ皆さんも今回の動画を見ながら冬のボトムス選び一つの参考にしていただければなと思っています。まあ、最近は暖かかったりだとか寒かったりだとか、割と今年の冬はなかなか体調管理がしづらい日が続いていますが、僕自身実際ですね、風邪をひいて喉の調子がですね 50% ぐらいなんですけども、全力で今日皆さんに動画をお届けしたいなと思っていますので、ぜひお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やいいねボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからは具体的にですね、冬にマストとなるですねボトムスを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1本目ですね、こちらグレーのボトムスですね。このあたりは、まあ、あらゆる季節にあった方がいいような鉄板のボトムスなんですが、やはり秋冬といえばグレー系のボトムスは欠かせないアイテムの一つかなと思っています。ちなみに先日ですね、秋冬の色選びの教科書というですね動画をお届けさせていただいたんですが、皆さん見ていただけましたでしょうか。まあ、あちらの中では冬の色使いについてお話ししているわけなんですが、まあ、そちらでも語っている通り、僕はですね冬のアイテムを選ぶときには基本的にはアウターから先に考えて、そのアウターに合うようなボトムスを組み合わせる、このような順番でですねボトムスをチョイスすることが多いんですね。ですので秋冬にどのようなアウターの色を着ることが多いのかというところをまず考えていただくと、それに合わせたボトムスの色だとかシチュエーションも結構考えやすいかなと思っています。でよくですね出てくる冬のアウターといったらダウンかコートか、この2択かなと思います。まあ、ダウンに関してはやはりですねベーシックで使いやすいのはブラックかなと思うので、まあ、こちらを想定すればいいかなと思います。でコートに関してはベーシックなブラック、ネイビー、ダークグレー、このあたりか、もしくはちょっと変化球のあるようなオリーブだとかベージュ、このあたりまでが想定できるかなと思います。このあたりのアウターと相性のいいボトムスとして僕は第一にですねこのグレー系のパンツというのは欠かせないアイテムなのかなと思っています。例えばブラックだとかネイビーのアウターにもグレーのパンツというのはドンズバで合いますし、あとはベージュだとかオリーブのようなアースカラーみたいなものにも結構グレーのパンツってバチッとはまるんですよね。そういった意味では1本あればどのような着こなしにもしっかりとはまってくるのがこのグレーのパンツの最大の魅力かなと思います。中でもブラックのアウターですね、これに対してブラックのパンツ僕の中では一番重要度が高いかなと思ってるんですが、いかんせん冬場においてオールブラックだと重たく感じてしまうんですね。なのでブラックのアウターを選んだ時にはこのグレー系のボトムスというのがモノトーンでバチンとはまるので最も優先度が高いんじゃないのかなと思っています。じゃあ具体的にですねどのようなボトムスがあるのかというと、まあ、今回はこちらですね、グラミチのグリーンレベル別注版となるポリウラフリーニューテーパードパンツですね。こちらが使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、グラミチといえばアウトドアブランドとしてかなり有名なんですが、まあ、最近では結構シルエットも綺麗ですし機能的で履きやすいというところも含めて様々なブランドショップとのコラボレーションを頻繁に行ってるんですね。グリーンレベルとグラミチも結構長いことコラボレーションやっているわけなんですが、ベースのデザインはテーパードが効いているような綺麗めな形になっています。まあ、テーパードというのは膝から下にかけて徐々に細くなるという意味合いなんですが、もも
もも周りに関しては適度にゆとりがあります。ここが細すぎるとちょっと今っぽいパンツに見えないので、適度にもも周りにはゆとりがあるんですが、膝から下をすっきりさせることで最近のワイドパンツのようなダボダボ感というところを極力排除したようなスマートさも確保してあるというところでは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、色合いに関してはダークグレーという色合いで、まあ、これぐらいが使い勝手がいいんですね。まあ、グレーといっても僕が今着てるようなライトグレーみたいなかなり明るめのものもあれば、中間的なミディアムグレー、あとは黒に近いようなチャコールグレーまであるわけなんですが、まあ、ダークグレーというのはチャコールグレーほどは濃くはないんですが、黒よりは明らかに色の差が分かるぐらいのですね、深めのグレーということで使い勝手めちゃくちゃいいんですね。ちなみにグレーの色が明るくなればなるほどちょっと難易度は高くなってくるので、ボトムスとしてはミディアムグレーからダークグレーぐらいが僕は使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、このダークグレーに関しては色味がめちゃくちゃ使いやすくて、やぼったく見えないようなシャープさをちゃんと捉えているというところ、さらにはやはりこう秋冬のボトムスとして大事なのは暖かさだと思ってるんですね。やっぱり冬場のボトムスって下にタイツだとか履く方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕はあんまりタイツ履かない派なんですね。そういう場合はせめてボトムスの厚みが少しですね、従来よりも厚めであったりだとか裏起毛であったりだとか、ちょっと肌に触れる部分に暖かさを感じるものだとかを使われている方がすごく安心感があるんですが、こちらはボトムスの表面の後ろ側ですね、そちらにマイクロフリースが使われてあるので、かなり暖かさを感じるような仕様になってるんですね。このあたりがまさに秋冬らしい仕上がりになっていて、見た目の部分では上品な綺麗めなボトムスになってるんですが、ちゃんと暖かさもですね確保されてるので、なかなかバランスのいい仕上がりかなと思っています。これだったら本当にあらゆるですねアウターにも合いますし、あとは内側に着るトップスですね、こことの相性も結構重要なんですね。というのもアウター脱いだら内側のトップスが主役になってくるので、こことも相性が良くなくちゃいけないわけなんですが、例えば白だとかライトグレーのニットにもこのようなダークグレーのボトムス合いますし、あとは差し色になるようなロイヤルブルーだとかパープルだとかダークグリーンだとか、このあたりにもバッチリ相性がいいので、秋冬のボトムスの中で実は最も重要度が高いと思うのはこのグレー系のボトムスなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。ちなみにグリーンレベルのこちらのテーパード型は割とですね細身のシルエットになっているので、もうちょっと今っぽい方がいいなという方は417エディフィスのグラミチ別注のですねボンディングフリースパンツですね、こちらの方が、まあ、よりですねゆとりがあるような設計になっているので、今のトレンド感にもすごく相性がいいかなと思うので、まあ、どちらかでですね検討していただければなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2本目のですね冬のボトムスなんですが、こちらですね、ホワイト系のパンツになります。これもですね冬だからこそ僕は重要度が高いかなと思います。白パンというとどちらかというとですね、季節的には夏だとか春のイメージが強いかなと思うんですね。ちょっと冬場だと白パン寒々しく見えるかなと思う方も少なくないかなと思うんですが、そんなことはなくて、冬だからこそ白系のパンツが効いてくるわけなんですね。これ先ほどもお伝えしましたが、アウターから考えると非常にわかりやすいんですね。冬のアウターというのは黒のダウンだとか、あとはユニクロで言うとですねハイブリッドダウンパーカーのオリーブなんかをおすすめしていますが、ブラックだとかオリーブのダウンとか、あとはコートで言ったらネイビー、ブラック、ダークグレー、あとはブラウンとかベージュとかもありますよね。まあ、このようにちょっとこう暗い色だとか、あとはアーツカラーのようなちょっとこう渋めのカラーですね、こういったものが秋冬には多くなってくるんですね。これに対して重ための色のボトムスもいいんですが、やっぱりですねちょっと全体で見た時に重苦しくなりがちなんですね。そこに対してこういったホワイト系のパンツがあるとぐっと明るくですね着こなしが華やかになるんですね。なので冬の白パンは僕はめちゃくちゃ推奨してるわけなんですが、ただですね選択肢としてはそんなに多くはないので、僕もあらゆるサイトの中から結構頑張って探してきましたが、まあ、今期はこちらですね。まずご紹介したいのはシップセーニー別注となるですねこちらのレギュラーフィットデニムパンツですね。これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、カラー展開3色になってるんですが、もう断然おすすめはオフホワイトです。で、白パンといってもいろんな素材のものがあるんですが、個人的にはデニム素材のものがちょっとカジュアルさがあって使い勝手がいいなと思うんですね。まあ、そういったものの方が白パンって汚れやすかったりするんですけども、ガンガン洗濯できるのでかえって使い勝手がいいんですね。なので冬の白デニムめちゃくちゃ個人的にも好きで、僕もですね1週間の中に2回ぐらいは使っています。で、白パンを選ぶ時のポイントなんですが、
細身のタイトなものを選ばないということ、これめちゃくちゃ重要です。まあ、かつての白パンって結構タイトなものが多かったんですが、最近のものはレギュラーフィットだとか少しゆとりのあるものが増えてきてまして、白パンのキザさをちょっとこうカジュアルに決めすぎない雰囲気にするためには、ちょっとゆとりを出してあげた方がバランスがいいかなと思うんですね。こちらのですね、レギュラーフィットデニムに関してはレギュラーなんですけども、気持ち、今のトレンド感を加味しながらゆとりを出してるんですね。ですので決めすぎ感がなくてすごく使いやすいので、かなりおすすめのデニムになってくるかなと思います。サイズ展開も結構広めになってるので、きっと皆さんのですね、サイズに合うものも見つかるんじゃないのかなと思います。またはちょっと季節感を出すのであれば、コーデュロイのパンツもいいかなと思うんですね。そこでご紹介したいのが、こちらもシップセニーなんですが、コーデュロイワイドストレートイージーパンツですね。これもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。シルエットは太すぎず細すぎずのワイド感があるんだけども、ストンと落ちるようなワイドストレートパンツになっていまして、秋冬らしいですね、コーデュロイ素材を使っているんですね。まあ、コーデュロイというのは縦にですね、うねが走るような形の素材になってるんですが、秋冬らしさをですね、作ることができるので、こういった素材感のものをゲットするのもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。先ほどのホワイトデニムであれば、真夏以外の3シーズンですね、秋冬春は使えるというところではすごく使い勝手がいいんですが、秋冬に特化した素材感も楽しみたいのであれば、このようなコーデュロイパンツがすごくバランスがいいかなと思うので、まあ、どちらかで検討していただければなと思います。このようなホワイトパンツがあれば、ブラックだとかネイビー、ダークグレーのアウターですね、コートにしてもダウンにしても合わせることができますし、あとはオリーブですね、こういった色にも合わせることができます。まあ、ベージュ系だとちょっとこう両方とも淡い色になるので、やや難易度は高くなるんですが、中級者以上の方だとベージュとホワイトの組み合わせもよくやるので、これまた相性がいいです。意外と様々なアウターとバチッとハマってくるようなアイテムなので、まあ、ぜひ皆さんもですね、冬のボトムスとして白系のパンツもですね、ゲットしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の冬のボトムスなんですが、皆さん予想通りです、おめでとうございます。ブラックのイージーパンツになります。これはもう季節関係なしでメンズが持っておくべき鉄板のアイテムかなと思います。ただ冬のボトムスとしてはブラック系のものというのはやや重たいので、合わせ方に工夫が必要かなと思います。例えばブラックのアウターに対してブラックのパンツだとちょっと重たいかなと思うので、できればネイビーとかダークグレーぐらいのですね、アウターに対してブラックのパンツだと、まあ微妙に色の差がつくのでまだいいかなと思うんですが、まあ、ブラックはなるべく避けた方がいいかなと思います。一番相性がいいのがベージュだとかブラウンだとかモカ、もしくはオリーブのようなアースカラーですね。このようなアウターに対してのブラックパンツで引き締める、これがもう最強なんですね。なのでもしですね、秋冬のアウターですね、このあたりが割とこうアースカラーだった場合は、ブラックのパンツはもう間違いのない鉄板アイテムなので、皆さんも用意していただきたいなと思っています。で、じゃあ今年どれをお勧めしたいのかというとですね、まあやっぱりこれですかね。もう鉄板はグリーンレベルの TR カルゼ裏肝オルマイパンツですね。まあこれもカラー展開豊富なんですが、やはりこうブラックは王道中の王道で持っておくといいような鉄板アイテムになってくるかなと思っています。まあ、ボトムスのシルエットって本当にバリエーションが豊富で、かつてはもうタイト一辺倒だったものが、最近は、まあ、もも周りはちょっとゆとりがあるけども、膝から下テーパード効いてますよみたいなところ、ここがですね、結構大人の男性には使いやすい路線かなと思います。まあ、ワイド系のパンツもすごくいいかなと思うので、このあたりは好みにおいて使い分けるのがいいかなと思うんですが、グリーンレベルのオルマイパンツに関してはかなりいろんな方に似合いやすいような王道中の王道かなと思います。まあ、テーパード型になってまして、もも周りは適度にゆとりがあるんですね。ここが細いと従来の本当にタイトなボトムスと変わりがなくなってしまうんですが、もも周りにはゆとりがあって、膝から下テーパードというところで大人っぽくてきれいめな雰囲気もちゃんと抑えてあるので、このあたりのバランスでいうと僕はナンバーワンはオルマイパンツだなと思ってまして、まあ、こちらのブラックに関しては定番的な見栄えになっているんですが、裏肝になっていて肌触りがソフトで暖かいんですね。このあたりですね、表面に季節感が強く出すぎちゃうよりも割とですね、プレーンな表面なんだけども裏側だけ肝があるというところが結構使いやすかったりするんですね。なのでこのあたりのバランスを考えてもやっぱり使い勝手は最高にいいんじゃないのかなと思います。腰もゴムになっていてイージー仕様なのでサクッと履けますし、なんだったらビジネスカジュアルでも使えるような汎用性の高さも含めて、まあ完璧じゃないかなと思うので、春夏バージョン持ってるけども秋冬バージョン持ってないという方は、この裏肝のですねオルマイパンツもぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の冬のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まとめるとグレー系のパンツ、ホワイトパンツ、そしてブラックのパンツ、この3つですねあればもう十分かなと思っています。まあ、それぞれに役割があって、どういったシチュエーションにどの色がバチッとはまるかっていうのはですね、それぞれ変わってくるわけなんですが、万能なグレーと意外性があって一気に華やかさを出してくれるホワイト、そして鉄板の引き締めブラック、この3もあれば僕は間違いがないかなと思います。今回は基本的にはセレクトショップのオリジナルの中から選出をしていますが、これ身近なユニクロだとか無印良品で揃えても全く問題はありません。例えばブラックだとかグレー系のボトムスに関してはユニクロのタックワイドパンツで全く問題がありませんし、ホワイト系のパンツであればコーデュロイ素材のタックワイドパンツがあるのでそちらでもいいですし、無印良品のものですね、このあたりでもオフホワイトかナチュラルか、まあ、ちょっとどちらかちょっと忘れてしまったんですが、コーデュロイのパンツしっかりと用意してあるので、このあたり代用するのも全く問題ありません。大事なのは色なんですね。ブラック、グレー、ホワイトのモノトーンがあればかなりですねコーディネートが分かりやすくまとまりますし、なおかつ様々なシチュエーションの着こなしも組み立てられるかなと思うので、ぜひ皆さんもですねこれらのボトムス揃えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとコアな専門ブランドのアイテムに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信も行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をほぼ毎日投稿をしています。僕もですほぼ毎日投稿してますし、僕以外のスタイリストだとか専門家もですね記事をアップしてくれています。また参加者の皆さんもですね記事を上げることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。